スロー、クイックイック、スロー、クイックイック、スロー、スロー。スロー、クイックイック、スロー、クイックイック、スロー、スロー。スロー、クイックイック、スロー、クイックイック、スロー、スロー。スロー、クイックイック、スロー、クイッククイック、スロー、スロー。このステップは T プルシャスペ、トゥライドというので、T プルというのは酔っ払いだということで、別の、ティプシーというね、足型もありますが、それも酔っ払いの千鳥足というね、酔っ払いがもつれて、こう歩くような感じ、例えですね。で、これがクイックステップならではの、ベーシックステップであまりワルツとかスローフォックストロットとかターンのように似たものがないんですけれども、ちょうどコーナーで使うのに程よいステップですね。例えば、ワルツですと、例えばこう角っこにね、ちょうどここの角っこに来て、で、ワルツだったら例えばですけど、ここへ来たら一番代表的にはスピンターンをして、ね、そしてこうやってリバースターンの後半をして、ウィスクをしたりとか、こんな風にして次の LOD に。行けばいいわけですけれども、ワルツだいたいナチュラルスピーターンとかナチュラルターンだらけになってしまいますけれども、クイックステップ今のようにこういうふうにクイックもね、同じ何か来てでコーナーでナチュラルターンした後に今のステップを使うと、スロークイックイックスロークイック、そしてまたナチュラルターン的にはなりますが、こちらの方ね、次の LOT に行けるので、そういうのに可動っこで使える便利なステップですね。スロー、クイックイック、スロー、クイックイック、スロー、スロー。スロー、クイックイック、スロー、クイックイック、スロー、スロー。